違う場所が原因なんだけど、関連してここが痛くなるってことだったりするんですよ。はい。仙腸関節って言ってみんな後ろばっか見るじゃないですか。じゃなくて、はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。この動画では3件以上の整形外科、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんなですね、痛みで困っている患者さんで根本的に痛みを改善したいと思っている方向けに撮らせてもらっている動画になりますので、ぜひ困っている方は見てください。松田さん、はいよ。前回座骨神経痛かと思ったら、ちょっと怖い血管の病気だったりしたって話あったと思うんですけど、股関節痛だと思ったらちょっと怖い病気というか、なんか似てるぞみたいなのって何かあったりしますか？股関節痛か、はい、ここですね。股関節痛だと思ったら、え、これなんか重いやつがいいの？そうですね。重いやつがいいのって思う。まあでも間違いやすい、その筋肉が。まあ俺らが対応できないやつってことよね。はい。まあよくあるのはヘルニア、固形部ヘルニアって言って、ここのいわゆる脱腸ですね。簡単に言ったら脱腸、腸が出てくる。めっちゃ怖いじゃないですか。怖いんですけど、症状としてはそんなにすごいでかくはないっていうかね。腸出てくる、こうピッて。股関節から？股関節の前から。ここにですね、鼠径靭帯ってやつがあるんですよ。鼠径靭帯ってやつは外腹斜筋とかがくるくるくるって筋肉がまとまったような感じからできてるんじゃないかって言われたりしてます。ここの部分って特殊で、お腹の中の腹腔ってあるじゃないですか。腹腔って言って内臓が入ってるところ。この内臓が入ってるところが守られてるんですよ。大体体毛だったりね、いろんなもので守られてるんですけど、ここの部分からは後ろ側出てる大腿動脈とか大腿静脈とか神経とかがこの鼠径部から出るんですよ。めっちゃちっちゃい隙間から出るんですけど、時々ですね、この内臓がここからポコッと出てきちゃう。で、普通止まってるんですよ。普通止まってるんですけど、筋力落ちたりとかで止めるものが少なかったりするとポンって出てきているってことある。例えば女性とかだと、ここの子宮脱って言って子宮出てくるんです。ここポッて、私も一回だけ見たことあります。子宮が出てくるとかって意味わかんでしょ、はい、全然痛くないですよ。痛くはないんです、ね、痛くない痛くない痛くない。私が見たのは80代後半のおばあちゃんだったけど、トイレ行くじゃないですか。排尿し終わって介護士さんが着く時に、私が最初気づいたんでトイレ行ったんですよ。よいしょって立ち上がったら、なんかぶら下がってるんですよ。ん、何これみたいな。なんだと思ったら、まあ子宮だって言って子宮が出てくるんですよ。びっくりするでしょ。でも本人は何も痛くないです。あー出てるみたいな感じですよ。と同じように、有痛性の鼠径ヘルニアあるんですけど、ほぼほぼ無痛のことが多くて、腸が出てきてるだけなんで、なんでしょうね、スーパー袋から買ったやつが出てきてますみたいな感じと一緒。はいはいはい。なんか気づかないじゃないですか、こっちは。ああ、気づかんかったみたいな。あれとほぼ一緒だと思ってもらっていい。ほんとそれぐらいのイメージでなってることが多い。ただ、内臓なんで、挟まれたりすると痛いんですよ。だってここ出てきてるわけだから、挟まれると痛いわけじゃない。内臓つまむ、つまんでる。お腹つまむと一緒じゃないですか。ここ出てきてるってことは、挟まれるわけですよね。内臓が挟まれちゃうんで、ここで痛いとか。内臓だけじゃないですよ。他にもなんか腹膜だったりが出てきてるだけの時もありますし、いろいろあるんだけど、出てきてて、それが挟まれるとやっぱ痛いので、それによってなんか、あ、なんか股関節曲がりませんとかはあったりします。けど、実際触るとなんかボコって出てるので、わかるんですよ、普通は。ただ、特徴かなみたいな。治療歴が短いと結構わかんないですよね。なんでこれ出てんだろうみたいな。これ押しとこうみたいな。で、押しても痛くないんで、なんか大丈夫だけど、なんか、みたいなことはあったりします。だから、まあ、鼠径ヘルニアとかはあるかもしれないけど、出てても問題はないっていうかね、手術するかって感じになるぐらいです。はいはいはい。これ手術するんで。手術するしかない。ああ、戻したかった。ただ、はいはい、別に症状困んないんで。あるだけですよね、そこに。もうちょっと、だから出てきてるだけ。出てきてるだけなんで、しようかどうかみたいな感じで、しない人もいます、全然。出てきたら収めるみたいな。感じも全然いるんで、ただ有痛性の場合は股関節痛と同じような場所に起きるんで、ここで痛みが起きちゃう場合はあるかなって気はしますね。あとは便秘。この骨盤左側のところに、まあ、小腸を通って栄養吸収した後に大腸ってところに入って、上行結腸、横行結腸、下行結腸って腸の外側をぐわーっとでっかいのが通るんですよ。ここから最後下まで左の骨盤のところまで来た時に S 字結腸って言って、くるっとなんかこう S 字を描くような形でお尻の方に行くんですよ、はい、ここの部分で便が詰まったりとかしてると、この辺りに痛みを出すようなことはあったりします。左側の股関節、そうですね、左側だと便秘のこともあり得るかなって気がします。それって患者さんが来て、股関節が痛いんですって言って、うん、触ってこれ便秘やねってなるんですか？いや、純粋に聞いて今日から痛くなりましたとかね、痛み出るんだけどなんか 2,3 日に1回なんか急に出てきてみたいな、
はいはい、便はどうですか、 2,3 日1回みたいななるとあーってつながってきたりしますね。うんとか触った時のお腹の硬さとか見たりとかしてるとちょっと便もありえるかなって気はしたりはするかなって気がします。あとはちょっと整形的な部分でお話をすると股関節のところに関連痛って言って痛みが違う場所が原因なんだけど関連してここが痛くなるってことあったりするんですよ、はい、例えばこの足の太ももの外側の痛みが仙腸関節から来たりとか関節って神経が通ってるので関節の部分は刺激すると神経の先が痛みが出たりするんですね。これで仙腸関節がずれて太ももの外側が痛いとかはあったりする。それと同じように股関節の前面に関連痛が起きることがあります。でこの原因が何かって言ったら恥骨結合って言って恥骨ですね、骨盤があるじゃないですか、はい、骨盤って3つの骨がくっついてるんですけど腸骨って腸を支える骨、座骨っていう座った時に当たる骨、恥骨っていう恥ずかしいところにある骨で、この恥骨が関節なんですよ。仙腸関節って言ってみんな後ろばっか見るじゃないですか、じゃなくて前にも関節があってこれが恥骨結合なんですよね。恥骨結合ってただ合掌したみたいにくっついてるだけなんですよ。こうやって仙腸関節って入り組んでこうガチッとはまり込んでるんですけど恥骨結合ってただくっついてるだけ、こうお辞儀してるだけなんでちょっとの力で結構ずれます。こうやって、はいはいはい、で恥骨結合の関節がずれるとずれてるぞっていうシグナルをずっと出すんですよ。火事の時のサイレンみたいな。でこれが神経を異常発火って言ってなんか関節の位置がおかしいぞってなると関連痛として股関節のあたりが痛くなったりすることがあります。なので、この場合はね、めっちゃでもシンプルで、股関節周りとかの筋肉緩めたけど痛みが取れないとかっていう場合は、関連痛のことがあるので、恥骨、へそを触ってもらって、下にギューッと下ろしていくんですよ。下ろしていくと、恥骨にポンと当たります、ここに。ポンと当たります。当たったところを、押さえながら、痛いって言ってる場所を触ってみたときに、恥骨結合を押さえて、関節がこう、もうゼロに戻すっていう意味でね。押さえながらこの痛いところを触ってみたときに楽になっているということであれば恥骨結合も可能性としてはあり得るなと思います。その時は股関節とかじゃなくて恥骨を治療してあげた方がいいみたいになったりします。なんでそんなとこに関節あるんですか。一つの骨でいいじゃんって思っちゃうんですけど。もうこれシンプルで仙骨ってのが真ん中にあるじゃないですか、はい、これは背骨の一番最後の骨なんですよね。ここに腸骨が両方からこうやってくっつくつくはい、これが仙骨だとしたらこうやってくっつくんですよ。こうやってガブッと、はい、で仙腸関節を支えてる感じでこっちの右足に体重かかってくるとこんな風にずれたりとかっていう風な変な動きするんですよ、うん、仙腸関節のところがこうやって動くんですけど仙腸関節が動くということはこれ何が起きないといけないかっていうと前も動かないといけないんですよ。こうやってこれ恥骨結合これ前も動かなくて固まってると変な動きしかできなんか動けないんですよね。骨が動くってこうやって動くわけじゃないですか、はい、こうやってここくっついてたら動けない、ねじれないじゃないですか、はい、ちょっとだけねじれようかなみたいなないですよ骨だからなんでここが動くことで仙腸関節が動く。では仙腸関節がメインで動くんですけどここの動きとは全然動かないぐらいの恥骨の動きしかないんですよ。実際はここが軸になってるんでこうやってなんですけどここが動かないと仙腸関節動けないって感じ。ここの動きはちょっとかもしれないけど仙腸関節に対してはめちゃくちゃ動いてる。こっちはこれぐらい動くだけやけど上に関してはこんな動く。なので恥骨結合ってやつが動かないといけない。で逆に言うとさっき恥骨結合がちょっと動くだけで仙腸関節めちゃくちゃ動きますよねっていうぐらい動きがに関わってるので恥骨結合の1ミリのズレっていうのは仙腸関節のすごい大きなズレになりますね。なんで恥骨結合の結構調整って結構大事なんですね。仙腸関節性の痛み、ふくらはぎの痛み、太ももの痛みとかお尻の痛みを恥骨結合やってあげると股関節痛も取れて太ももの外も取れましたとかもあるのでそういう視点で結構見ていくとまた治療の幅広がるかなって気はしますね。ちょっと重篤な疾患で言うとあんまりないというかまあ大動脈とか大静脈とかっていうのもあったりするんですけど、まあ、ここが痛いというと便秘とかヘルニアとかはちょっと俺らがやっても改善しないよって感じ、はい、あと筋肉だと思っててやってたけどもそれそもそも恥骨結合を調整したら終わりだよってみたいなことはあったりするんで、まあ、ぜひぜひそういう風にイメージしながらやってもらうといいかなって気はします。はい大丈夫ですか。はい通常の股関節の痛みと整理してちょっとそういうのもあるぞって思いながら、うん、ですねやっていただければと思っています。痛みの原因って本当たくさんあるんですよ。痛いからそこをマッサージするとか、シップ貼るとか、注射打ってみるっていうのも全然いいんですけど、
それだけで根本的に解決できたって解決できないですね。で、根本的に解決しようと思ったらやっぱそれだけの知識だったりとか、あの股関節だけじゃなくて全身を見ていくって知識、やっぱここはすごく大事だと思います。で、私の治療院とかではこの全身で見ていくってことをやりながら根本的痛みを改善しましょうってことをやらせていただいています。で、どういうふうに改善するかといったら緩める、そして鍛えるっていうこの MSM メソッドってやつをやりながら運動療法っていうのはね、消費を努力して私たちもやらせていただいていますので、ぜひね、この痛みを根本的に解決していきたい、どこに行っても痛みは改善できないね、もう私の痛みって治らないんじゃないかなって諦めてる方はぜひね、一度、最後でいいですね、概要欄の方に整体院復活のですね、ホームページ貼らせていただいていますので、全国でやってますので、近くの店舗にですね、行っていただいて、ぜひね、あの YouTube 見ましたっていうふうに電話もしくはですね、 LINE をしていただければ、あの予約できますので、ぜひね、そちらの方に予約、あの問い合わせしてみてください。はい、ということで今日ね、これで終わりにしたいと思います。もしよかったらぜひね、チャンネル登録してみてください。励みになります。あとはね、高評価コメントいただけるとすごくね、あの励みになりますし、あと皆さんの話してほしい内容だったりとか、私の方でもできるだけ話したいと思いますので、ぜひそちらの方もあのコメントください。あとね、あの概要欄の方にあのホームページも貼っておくので、ぜひお近く の整体院の方に行ってみてくださいというところでございます。はい、じゃあですね、今日はここで終わりにしたいと思います。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。